はい、というわけで先ほどバイバイって言ったんですけどすぐ戻ってまいりました、うんうん、はい、ただいま、はい、ただいま、うん、というわけでここで再び投資企画の方の様子を見てみましょう。お家で埼玉を満喫しているカスカベつくしちゃん。みなさんこんにちは。配信楽しんでおりますか？改めましてバーチャル埼玉県民のカスカベつくしと申しますわ。このカスカベつくしのお家で埼玉満喫企画では今日一日、あーしゃがこの自分のお部屋にいながら埼玉県の観光情報を発信するウェブページちょこ旅埼玉を見てバーチャル観光を満喫していきます。さてさて、続いてあーしゃが訪れるのはあーしゃもたびたび行っている気に入りスポット長瀞、レッツゴー。やってまいりました、ここが長瀞。あれはもうまさに川下りの途中に下をくぐる電車の橋ですわね。おー、この景色を待ってたんですわよ、あーし。お、ここは、あ、こんな場所ですわね。あ、今回もいらっしゃいますわね、撮影してくださる方が。はー、この綺麗な色の川、そして川下りをね、いらっしゃいますわね、あそこに。皆さんちゃんと大丈夫ですか？水しぶき濡れてませんか？あー、この雄大な景色をゆったりと下っていくのが本当に醍醐味と言えますわね。あ、ここは？あ、船のところじゃないですか。足はまさに今バーチャルで船に、おおお。まぶしそうにしてますかしら。あ、さっきのあれですわね、電車の線路の下ですわよ。船頭さんがとっても穏やかにね、コントロールして船を動かしてくださっていますが、しぶきは大丈夫そうですか？そろそろ警戒地域に。あ、これは大変そう。これ来ますわよ、来るんじゃないですか？大丈夫ですか？結構荒々しいところありますからね、長瀞の川下りは。夏場だとすっごく気持ちいいんですけれど。お、あらにさね、いやー、これなんか特に激しい回だったんじゃないでしょうか。結構上を見ている。あー、この隔たった岩壁も本当にダイナミックですわね。いやー、長瀞行ったい。はー、帰ってまいりましたわ。さて、あーしが今行ってきたのは長瀞のバーチャル観光でしたが、いやー、爽快な風景でしたわね。あーしも早く直接足を運んで、あの水しぶきを感じたいのですわ。これからの時期だとこたつに入りながら下るのもいいですわね。あーしが今バーチャル観光した動画は、埼玉県の観光情報を発信するウェブページ、ちょこ旅埼玉に掲載してございます。さてさて、次は一体どこに行けるんですかしら？というわけで、この後もカスカベつくしのお家で埼玉満喫企画お届けしていきます。またお会いしましょう。バイバーイ。はーい、カスカベつくしちゃん、ありがとうございました。え、ね、長瀞、長瀞、うん、船乗ってる時に船じゃない外の方にあのつくしゃいたんだけど、うん、落ちてますよね。落ちてたけど、でもやっぱバーチャルだからさ、うん、そうですね、実あのできるよね、うんうん、見れるところもさ、うん、多くなるし、うん、素敵だったね。バーチャルでいいですね。ね、ほんと、うん、まあ、実際に行きたいけどね。そうですね、うん、やっぱあの水しぶきバーってきてキャーってやりたいですよね。やりたい派、うん、やりたいです。ちょっと、あ、やりたい。あ、濡れたく、もう全く濡れたくない。濡れたくない、ちょっと、うんうん、いや冷たい。その後のこと考えると、あ、確かにな、えーって感じ。ギャル出ちゃったんですけどもということで、カスカベつくしちゃんには引き続きお家で埼玉を満喫してもらおうかなと思っております。カスカベつくしのお家で埼玉観光満喫企画、この後もお楽しみに。というわけでですね、はい、あのこちらに、うん、あの埼玉グルメがなんと並んでおります。そうですね、イエーイ、ということで試食タイムです。やったー、やったー。ということで、食べる前に、はい、あのしっかり手を除菌して、そうですね、参りたいと思います。大事、もう除菌をアピールしていきますので、はい、もうアピール
しまって、はい、ということで、はい、今回はですね、まずじゃあ真ん中のちょっと手を拭きながらで失礼いたしますね、はい、はい、真ん中のこちら彩花の宝石ですね、はい、もうこれはもう有名ですよね、本物のフルーツの味、形が楽しめるゼリー、一口含むたびに幸せな世界が広がりましたのことです。素敵素敵、広がリング、広がリング、本当広がリング、よくねいただくんですよ、やっぱり、うん、埼玉ね、うん、生まれだから、うん、これ知ってるでしょみたいな、ちっちゃい頃もよく食べてて、うん、そうですね、その中でも私の、うん、いろんなね種類あるんです、いちごとか、うん、メロンとか、うん、オレンジとかあるんですけど、うん、そういただきまして、こちら私が好きなのがちょっと見えないと思うんですけども、うん、赤梅がすごい好きで、はい、梅ね、そう、シソ入りな、うん、ま、梅好きじゃん、梅好きですね、お互いね、うん、そう、これがすごい好きで、うん、そればっか食べるっていう、うん、フルーツの中に梅っていうのがいいですね、ね、そこ青梅もあるんで、うん、ぜひね皆さん食べてもらいたい、はい、じゃあでは赤梅じゃあ食べます。私はお、何食べるの、いちご、お、いちご、いちごです、同じ赤い色だけど味は違う、はい、じゃあ赤梅いただきます、おい、幸せ、おいしい幸せな顔、なんだろう、もう入った瞬間に、うん、梅なの、うん、あ、もう香りが、もうこのパネル越しでも香りが梅の、梅なの、うん、ね、やっぱそのさやかの宝石ちょっとやっぱゼリーだから甘いんだけど、うん、なんかそのそれを赤梅が抑えてくれるっていう、なんか共存してる赤梅と甘みが、いや大人です、ちょっと大人なあれですね、あ、そう、うん、じゃああやちゃんどうぞ、はい、じゃあいちごいただきます、うん、うん、うん、そうです、今静かな音が番組が放送事故かと思われちゃいますけど、はい、まあね、何ですか、いやもうこれって感じですね、こ、うん、これだって感じ、やっぱこれか、うん、うん、やっぱこれを差し入れていただくと、うん、私たちメンバーもいっぱいいるんですけど、うんうんうん、もうほんとすぐなくなっちゃって、あら、うん、大人気のお菓子です、うん、いいですね、いちごやっぱ好きですか、うん、大好きですね、うん、素敵です、うん、というわけでですね、こちらだけではございません、うん、こちら秩父銘仙チョコレートです、チョコレート、チョコレート、チョコレート、なんか漢字がすごい、うん、あの難しい漢字なんですけれども、ちょっとご紹介していただいてよろしいですか、はい、モボとモガの大正ロマンをチョコレート職人が、ちょっとまだあのさやかの星が入ってて、やべやべモボとモガの大正ロマンをチョコレート職人が、うん、大正ね、大正でした、うんうん、大正ロマンを、チョコレート職人が、うん、は秩父銘仙と洋チョコレートでノスタルジックに仕上げました、一枚で味わう幸せということで、先ほど耳寄り情報っていうんですか、うん、いただいたんですけど、はい、これ埼玉で一番売れてるらしいですよ、はい、現在一番人気のお土産だそうで、あら、かわいい、で、あれよね、あやちゃんが持ってるのがいちご、ね、そうですね、ですよね、いちごです、でこちらが私が持って参っているのがこちらのチョコレート、うん、はいはいはい、おしゃれよね、うん、おしゃれです ね、 ね、へえ、ちょっといただきますか、はい、いただきましょう、ちょっとこっちのいちごはねずこっぽいですね、あー確かに、うん、鬼滅、鬼滅、ちょっとまだ拝見してないんですけどまだ見てないか、まだ見てないんですけど、まだ見てないんですけど3話だけ見たんですけど ね、 はい、ちょっとこちら、はい、じゃあ、あ、どうぞ、あ、じゃあいただきます、はい、すごいよ、なんか額縁みたいな中に入ってて、すごい、ちょっともう食べちゃうのがもったいないぐらい可愛いですね、うん、ではいただきます、はい、うん、うん、うん、おいしい、うん、チョコレート、おー、うん、うん、あ、ミルクチョコレート寄りだけどそこまで甘くないって感じがします、でチョコレート生で食べることってあんまない、いいじゃない、確かに、たまにの食べたくなる瞬間が多分あるんだけど、なんかそれのなんかブラックとミルクを半分で分けた味っていう、なんかちょうどいい塩梅をとってる気がします、美味しい、ではいちごもありますね、うん、いかがでしょうか、うん、いちごだ、うん、いちごのなんかいちごとどうした、いちごとミルク、うん、チョコが、うん、
すごい混ざってて、うん、なんかちょっとなんだろう、甘すぎないいちごの味です、うん、お、うん、で、そう、すっきりな爽やかないちごとなんかミルクのなんか混合で美味しいです。はい、そうそう、ハーモニーハーモニーかなーと思って、うんうん、そうだね、あのいちご好きだね、うん、さっきの、はい、ね、なんかこっちのいちごとはまた違った、サイカの宝石とは違う、うん、いちごの味がします。同じいちごでもやっぱり違うと、うん、そうですね、美味しいですね、うん、美味しいです。そしてまだまだありますよ、はい、こちら、そちらの方にあります、はい、ごかぼうですね。ごかぼうですね、こちらは、はい、創業当時から変わらない味と製法で守り抜いた伝統のごかぼうですね。いや、もう伝統って感じ、名前が、ね、もうね、よしよしなんか任務を果たしたみたいです。お疲れ様でした。じゃあ試食いきますかね、はい、すこちらの割とこれ粉物なので、うん、そうですね、モゴモゴする気がするんですけども、うんうんうん、いただきます。うん、なんだろう、ほら、なんていうの、こういう粉がきな粉ですかね、うん、これは、はいはいはい、かかってるものってもうちょっとこうねりっとするのかなって思うけど、うん、なんか もちゃ、うん、サクッもちゃっていう、はい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 、なんか新しい食感、うん、でちょっとびっくりしました、うん、初めてですか？でもなんか前食べたような気がしてて、うん、ちょっとでもなんか久しぶりに会ったって感じなんですけど、なんかあ、これは苦いお茶か、うん、さや抹茶、あ、さや抹茶は割とさっぱりしてるので、うんうん、濃いめのお茶の温かいのでいただきたいなっていう感じでした、うんうん、ではあやちゃんどうぞ。はい、いただきます。ごかぼう好きなんですよね。うん、大丈夫か、お宮ソニックシティからこんな雪が降ってるみたいな。うん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 、うん、おう、おいしい。うん、なんかもうやっぱきな粉と、え、きな粉と、うん、きな粉と、うん、なんか中のお餅みたいな、うんうん、サクサクしたお餅みたいなの入ってるんですよね。そうね、なんかそれの味が、うん、なんか両方なんかさっぱりしてて、うん、なんか食感はなんかモサモサしてちょっともちもちしてるんですけど、ね、味はすごいすっきりしてて、うん、食べやすくて美味しいです。はい、うん、いいよね、うん、なんか結構何個でも食べれる系の、ね、味だし食べやすさっていう、思ったよりもパサパサしない気がしますね、うん、確かに確かに、うん、なんで食べたことない方はぜひぜひ食べてみてください、うん、ください。というわけで埼玉グルメをたくさんいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。これからもまだまだ、アニタマサイチャンネル盛り上がっていきましょうね。いきましょう、イエーイイエーイ。はい、そしてはい、あ、あよ、はい、続いてのコーナーはアニタマサイかけるうちななライブ。お、埼玉県のゆるキャラカパルがですね、うん、スペシャルゲストの皆さんと共に一生懸命色紙の PR をお届けするのでご覧ください。それではどうぞ。はいはい、さあ始まりました、アニタマサイかけるうちなな V ライブ特別番組でしょ。イエーイ。この番組は埼玉県への愛をコンセプトに17Vライバーのゆえうじ、おなかうじ、かぱるの3人でお送りするバラエティ番組となっております。イエーイ。じゃあじゃあまずはね、それぞれの自己紹介をしていきたいと思います。30秒でね、それぞれの自己紹介をね、カパール。ん？じゃあね、カパールから自己紹介やらせていただきましょう。埼玉県志木市在住のご当地キャラクターカパールでしょ。2018年ゆるキャラグランプリの一応ね、王者なんでしょ。17の V ライバーとしては、5月からデビューさせていただいているので、まだまだ新人、新カッパーなので右も左もわからないからね、
お二人におんぶに抱っこで今日はやっていただきたいと思いますよ。よろしくお願いします。続いてはゆえうじ、30秒で自己紹介おねこぱーる。ご紹介に預かりました、夢萌商店の店主ゆえです。9月1日から17ライブを始めたばかりで、カパルさんより新人なので、お二人におんぶに抱っこに肩車で行きたいと思います。埼玉を全力応援中、埼玉で夢萌商店というお店の店主をしております。献血応援アンバサダーとしても活動中です。よろしくお願いいたします。配信にも遊びに来てくださいね。夢萌商店の店長、うん、店長、そうなんだ。そうなんです、お店を切り盛りしてるんですよ。まあ、ほとんどいとこが切り盛りしてくれてるんですけどね。続いてはお腹おじ、30秒で自己紹介おねこぱーる。なんか二人とも新人アピールがすごいな。じゃあそれではモナも自己紹介させていただきます。時は2087年、バーチャル電脳世界から主にネタ系や雑談をメインに、たまに歌ったりしながらハイテンションな配信をしているハイピングモナカです。あれ、カッパール、ね、モナカパイセンはね、いつも17の配信をね、カパル見させていただいて、お勉強している先輩プレイヤー。すごいんでしょ？二人にね、配信についてもね、教えていただきたいと思いましょう。パイセンなんてそんな大したもんじゃないよ。でもこれからもよろしく。それではね、みんなの自己紹介が終わったところで、本日の企画を説明しましょう。本日はクイズ対決企画と埼玉愛トーク企画の2つをご用意しておりましょう。へえ、そうなんだ。パパラもね、よくわかってないんだけど、大丈夫。進行台本もらったから大丈夫よ。うん、大丈夫、大丈夫。準備万端だぜ。よし、じゃあ行きましょう。一つ目の企画は、埼玉県を知ろう、埼玉県クイズ対決。イエーイ、どんどんパフパフ。その企画は、埼玉県に対する4択クイズを全部で3問回答するという非常にシンプルな企画になっているんですよ。なるほど、なるほど。スタッフの人が、カパルの合図で問題出してくれるかね。3人でね、回答していきましょう。はーい。よっしゃ、やるぞ。ところで順位によって罰ゲームとかなんかそういうのあるのかな？お、いいですね。罰ゲームやりますか？お二人はなんか得意なのある？何？怖いよ。怖いよ。本当にやんの？よし、じゃあカパルが独断と偏見で今罰ゲーム決めましたわ。正解数が最も少なかった人がモノマネやってもらいますわ。モノマネ、そう。カパル、自分で言っといて、これカパルもやらなきゃいけないっていう可能性があるってことだよね。問題とかみんな知らないよね。え、知らないでしょ？問題全く聞かされてないだよ。じゃあ、平等にチャンスがあるってことだね。これは、負けられない戦いですね。これは負けられない。まあでも埼玉県にゆかりのあるうちらなら大丈夫でしょう。そうですよね。じゃあ行きましょう。ではね、やってみたいと思いましょう。第1問、おねこぱーる。埼玉県のキャッチフレーズは次のうちどれ？ 1、
サイの国埼玉、2、祭りの国埼玉、3、役の国埼玉、4、趣味の国埼玉、うん、ではシンキングタイム。これは正解できないと難しいな。これ全部一文字なんだね。うん、そうですね。これスタッフ陣が考えてくれた問題なの。自信あったけど不安になってきたぞ。雲行き怪しくなってきたぞ。これタパルはね、あのね、埼玉県ゆるたま応援団のねメンバーキャラクターですからね。これわかります。うん、ちょっと二人ともなんかずるいな。モラは噛んでいくしかないな。これは残り10秒。チクタクチクタク。おお、じゃあそれでは順番に回答を発表していきますからね。自信があるのは誰ですか。ん、じゃあゆうゆうじ言ってくださいか。いいんですか？私から答えていいんですか？正解は1番です。おー、じゃあモナカをついてますか。じゃあモナカの答えは、2番でお願いします。おー、2番。うん、あ、じゃあカパルね。カパルは1番、サイの国埼玉。待って、ずるくない？普通にずるくない？2人とも1番じゃん。違う、ゆうゆうじのことに合わせてない、ないなよ。これが埼玉ですね。ほんと？大丈夫かな。それでは、スタッフ陣、正解を。おにかぱーん。正解は1番、埼玉県埼玉。うわー、ちょっとまだ勉強したのに一応目にしてやばいんだけど、もうどうしよう。どうなったんじゃ、モノマネに近づいてきましたもん。さっきまでの勢いが折れてきた。でもほら3問あるから、まあ1問目はね、ほら新人の2人にね譲ってあげただけだからね。そうそうそう、次行こう。次。それでは続いて第2問、スタッフ陣お願いします。第2問、埼玉県民の日は次のうちどれ。1、11月14日、2、10月15日、3、9月16日、4、8月17日。シンキングタイムスタート。どうしよっかな。答えられなかったらこれ結構まずいよね。おお、モノマネリーチですね。ちょっと自信なくなってきたぞ。もう時間ないし。モナカパイセン。ああ、ここまで。それでは行きましょう。回答行きましょう。じゃあ、パパルから行きましょう。パパルは、1番。続いてはどっちから行きたい？ 2 人？どっち？先輩お願いします。じゃあ、モナカウジ。ちょっと待ってね。これは二人の様子見てからでもいいかな。他の出方見る？またカパルさんと一緒かよって言われちゃうと思うんですけど、1番でお願いします。はい、じゃあ続いて、はい、モナコウジ。これあれだよね、モナも1番って言っちゃったらさ、やらせ感あるから、一番最初に3番だと
思ったから、じゃあ3番で。3番でいいんですか。エンターテイナーの鏡みたいな選び方されましたね。2号はね、3番だ。ん ?3 番じゃあ分かりました。アイスタッフで正解を。コネコポール。なんだこれは、まさか用意されたかのような。これもうほぼ、待って、これお姉ちゃんもうほぼ決まりじゃんか。じゃあ続いては第3問、いよいよ3問でしょ。最後バイト、バイトがちょいのする。うん、こんな感じ。これ最後ので決めようよ。このままだとそうモラになっちゃうから、最後にチャンスください。うん、やっぱりよくあるパターンのやつ。うん、いいですよ。もうなんか会社の言うことには従わないとね、いけないからね。そうです、そうです。それがいいです。では、第3問。スタッフ陣、おねくぽーん。次のうち、埼玉県の宿泊が日本一でないものはどれ？宿泊額ですからね。量じゃないよ。え、これ難しくない？こんな勉強してないよ、ちょっと。1、ひな人形の出荷額。2、アイスクリームの出荷額。3、ダンボールの出荷額。4、入り駒の出荷額。ガチだこれ、なんだこれ、難しい。それとも、シンキングタイム。難しいな、これ。額でしょ。一つを除いて他は日本一ってことですもんね。すごい。うん、そうですよね。パパラの中ではもう決まりました。あ、じゃあ誰からいきますか。誰から。じゃあこれは最初に行かせていただきます。あ、よろしくね、パパラ。正解をどうぞ。モナの答えは3番のダンボールの出荷額でいきたいと思います。おー、ダンボールの出荷額ね。おー、じゃあ、あとね、ゆえゆえとカバル、どっちどっち、カバル、ね、いいですか。どうぞ。じゃあカバルは4番入り駒の出荷額。なるほど、そっちで行ったか。ほんと、最後、ゆえゆじの回答、おねくぽる。はい、またね、パパルさんと一緒って言われちゃうんですけど、私、負けられない戦いなので、夢萌え商店の店主として、負けられない戦いなので、当てさせていただきます。私の答えは4番です。おー、4番一緒。じゃあね、正解をね、スタッフでお肉ポン。えぇー4番正解やりました。やりました。どうじゃー、もうなんか衛生埼玉じゃん。もう本当にさ、勉強してきたのに全然勉強してないところでさ。でもでも、もなか先輩は2087年からいらっしゃってるから、だからちょっと違うだけかもしれないですね。じゃあこれもなか罰ゲームやんなきゃいけないの。結局モラなんじゃん。じゃあ、わかった。モノマネをね、させていただきたいと思います。埼玉とは全く関係がないけど、芸能人の桃井かおりさんのモノマネをやりたいと思います。じゃあ、モノカオリ。桃井かおり人のモノマネ。忘れないこと、忘れないこと、 S ケツ
滑ってないよね。え、もう滑った先輩の勇姿しっかりと焼き付けましたよ。うん、結構似てましたね。似てましたよ。似てた。滑ってないよね。なんか胸に黄色い傷が残ったよね。これもう完全に大傷。大丈夫、失敗して。そういうのもね、自分の中の盾になるから大丈夫。じゃあママもう一回やるな。なら大丈夫、大丈夫、これで大丈夫。はい、お疲れ様です。ありがとう。続いては次のコーナーに行きたいと思います。次のコーナーは埼玉アニメ観光スポットセッション。結構さ、埼玉っていろんなアニメあるもんね。これも埼玉だったんだみたいなのって結構ありますもんね。そうですね。今日早速ね、今回はアニタマさんなので埼玉県ゆかりのアニメについてトークしていきたいと思いますよ。お二人はここ見たことのあるものってありますか、この中で。結構さ、有名なのがやっぱり多いよね。じゃあ、ゆえうじ、この中だとどう？ゆえうじはですね、クレヨンしんちゃんはもちろん、神様はじめましたには燃えましたし、ラキスタもね、いっぱい学生時代は、もってけセーラー服のダンスはよく踊りましたよ。盛り上がるよね、ラキスタのダンスってさ。おー、さすがですね。じゃあ、モナカはじわ？モナはやっぱりね、王道のクレヨンしんちゃんが好きかな。結構配信とかでも真似したりしてたし、あと、アニメだとモノマネとかバラエティにも飛んでて、あれなんだっけ、何隊だったっけ、あ、そうそうそう、ベニーサソリ隊なんかもあったよね。あれさ、何のチームだっけ。あれちょっと入ってみたいと思ったんだよね。バツマークのマスクしてね。おー、そういうのに憧れる感じ。そういうのじゃなくて、昔はこういうのがあったんだなーって。もうなんか見ないから、ほら来てるからさ、ほら、そういう目線で。なるほどね。うん、もうなんか未来からの人、未来から来てますもんね。うん。じゃあ、カパルッチはどんなのが好きなの？カパルはね、クレヨンしんちゃんもね、映画とかはよく見ますよね。うん。あと、この中だと、あの日見た花の名前を僕はまだ知らない。これも見ました。もうね、ずーっと、号泣をカパルは。泣けちゃいますよね。そうだよね。あれはめちゃくちゃ泣ける映画だもんね。あとはね、神様はじめましたもいいでしょうね。じゃあ、この中で出るとしたら、もし出れるとしたら、どの作品がいいですか？それはですね、ちょっと乙女心を優先して、神様はじめましたに出たいですね。モナカはやっぱりどちらかというと逆線高い方が好きだったりするから、やっぱクレヨンしんちゃんでブイブイ言わせたいね。あのな、なんだっけ、あの、お尻のやつ、あそう、ケツだけ星人の動きやってみたい。あれプリ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 ってやつやりたいの。プリプリって。じゃあ、はい、続いてはじゃあ、この配信でこの番組を見てくださっている皆様に埼玉県の魅力をもっと知ってもらおうというために観光スポットの紹介、こんなものもねやっていきたいですよね。じゃあ、まずはゆえうじ、どこか埼玉県ならここっていうとこありますか？ゆえうじはですね、やっぱり埼玉は四季の移り変わりが楽しめる場所だと思いますので、大宮公園をおすすめしたいと思います。春は桜が綺麗ですし、秋は紅葉が見れたりしますし、
動物園もねあって、家族連れとかデートなんかにも使っていただけると思いますし、カパルさんの四季市民会館パルシティもお祭りを楽しみにしてますよ、うんうん、とってもおすすめです。あーやだ、何そのもうやだ、知ってます、何その何をやめてください、仕込んだみたいじゃないですか、やだ夢萌え商店店主の仕事をさせていただきました。あ、ちょ、はい、モナカ、うちの方はありますか？モナカも公園のおすすめがありまして、航空公園の近くに東所沢公園っていうのがあって、チームラボがね、手掛けているどんぐりの森のこうする生命っていうのが、2020年8月くらいにオープンしたみたいなんだけれども、車でグーって通っただけなんだけど、なんかね、カパルの卵みたいな、金色の卵。銀色のね、卵がね、公園にね、いっぱい置いてあってさ、それも押すとなんか音とかが鳴ったりして、こう、ファミリー向けでもあるし、夜も結構ね、カラフルなライトアップとかされてたりしてて、すごくデートスポットにいいっていう風にね、書いてあった。モナはあくまでトータルだけしか行ってないんだけど、今度ね行ってみたいと思います。そうだ、もうそれ知ってるよね、行ってみたいよね、それね、もうやわに素敵。おっと、大変でした、大変です、もうこんなお時間になってしまいました。あっという間ね、あっという間にお開き、竹縄のお時間に近づいてまいりましたけども、お二人、どうだったですか？ゆえうじ、どうでしたか？ゆえうじはですね、そもそもデビューして一番日が浅いですし、勉強のために先輩方と一緒にコラボさせていただけるのはとっても光栄ですし、緊張しましたけど、とっても楽しかったです。はい、モナカうちはどうでしたか？まあモナは意外とあがり症で緊張したけど、埼玉の良さがありすぎてね、結構ねやっぱすっごい盛り上がったね、めちゃくちゃ楽しかった。うん、はい、カパルもね、ほんとね、お二人と共演させていただいて、カパルね、コラボ出演みたいなの初めてだったから、とってもね、嬉しくて楽しかったでしょ。あっという間のね、30分でしたけども、最後に、これ、みんなに告知があれば、していただきたいと思いますけども、どう？ゆいゆいしだから。ゆいゆいし、どうぞ。毎年、アニタム祭では、日本赤十字埼玉血液センターさんとコラボさせていただいておりまして、今年はそういったことも難しいので、皆様今年は各所の献血センターへの献血のご協力をお願いいたします。もちろん事情があって献血そのものには協力できないよっていう方もですね、情報の拡散なんかで協力していただけるととってもありがたいです。そして川越の献血センターではですね、ご協力いただいた皆様に私ゆえも載っているポスターを配布させていただいております。詳しくは日本赤十字センターのホームページをご覧くださいませ。献血ポスターすごいね、それね。モナカ王子はお口があれば、お猫パール、モナカだけなんか思いっきり自分の配信の告知になってしまうんですけど、17ライブで月曜日、水曜日、金曜日、土曜日の22時半頃からね、いつも深夜からハイテンションな雑談をしたり、激辛焼きそば食べたり、激悪臭スプレーみたいなのを嗅いだり、結構体を張ってね、いろんなチャレンジを深夜からね、やってたりするので、もし気になるから、ぜひね、17ライブ見に来てください。めっちゃ神々
遊びに行っちゃいます。17はね、アパルの配信にやらせてもらってますけども、ね、モナカの自分、遊園地も見てますよ。カパルに行ってますよ。はい、カパルでね、ドッグライバーとしてやらせていただいてますけども、3次元としてね、リアルなイベントもね、やってるんだけども、今はなかなかね、うん、こういうイベント難しいんだけども、もしまたね、こういうリアルイベントあったとしたら、みんな仲良くしてくださいよ。最後に、揃ってみんなで終わりにしたいと思いますよ。いいですか？せーの。バイバーイ。バイバーイ。はい、というわけでカパルとスペシャルゲストの皆さんの17ライブでしたが、はい、ね、すごい。カパル VTuber になってたのね、うん。カパル、そんやっぱ10年間のやっぱ思いが積み立てが ね、やっぱたくさん喋んないと ね、 そうね、今年の5月からね、うん、VTuber になってるらしいんですけど、うん、ね、やっぱ、うん、あの愛らしかったな。いつもなんか結構激しいの、やっぱ、うん、キャラメルのねバンドとしても活躍してるから、うん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 、あの時やっぱちょっとかっこいい激し系なんだけど、ちょっとカパルのベースまだ見たことないんですよ。あ、本当に一緒にね、うん、実はライブしたことあるの。対バン、そうなんですか。そう、キャラメルさんと電波組が対バンするっていうのあったんだけど、すごかったよ、かっこよかった、うん、ちょっと見よう、ちょっと見てもらってね、うん、あの、そう、ライブをしてる様子もね、うん、よかったらぜひぜひ見てみてください、うん、はい、はい、じゃあ皆さんも、うん、ぜひ埼玉県志木市とカパルたちの応援をよろしくお願いします。お願いします。以上、アニタマ祭 ×17 ライブでした。はい、続きまして、昨年に引き続き献血応援 PR を埼玉県赤十字血液センターから献血応援アンバサダーに任命されている夢前商店のゆえさんからお願いします。ゆえさんはですね、なんと9月1日より、うん、なんと17ライブの V ライバーとして活躍されて、ね、先ほどもね、ね、うん、おります。というわけです、うん、それでは VTR どうぞ。みなさん、こんにちは。献血応援アンバサダーの夢萌え商店店主ゆえです。皆さんは献血ってご存知ですか？ぜひこの機会に献血について知っていただき、献血に一歩を踏み出していただければと思います。全国では病気や怪我などにより1日に約3000人の患者さんが輸血を受けているとされており、この治療を遅滞なく行うために毎日約1万3000人分の献血協力を全国各地で分担して募集しております。埼玉県内では県内7カ所の献血ルームと1日平均5台の献血バスなどにより毎日約700名の献血協力をお願いしております。献血は16歳から最高齢69歳の方までご参加いただける身近なボランティアです。所要時間は献血の種類によって異なりますが、全血献血なら約40分、成分献血なら1時間から2時間です。献血前には皆様の健康を守るため医師や看護師による貧血検査などを含む健康チェックを実施しておりますので、初めての方も安心してご協力いただくことができます。このほか、提供していただいた血液が輸血を受ける患者さんに悪影響を及ぼすことがないよう、服用中のお薬に関する基準など献血にご参加いただけない条件もありますので、ご参加前に献血センターのホームページで参加条件のご確認もお願いします。なお、献血できた方でご希望された場合には15項目からなる血液検査の結果をお知らせしておりますので、ぜひ日頃の健康管理にお役立てください。最近の献血に関わる話題としては、新型コロナウイルスの影響により埼玉県内の献血協力者が減少していることが挙げられます。各献血会場では来場時の体温測定や手や指の消毒、マスクの着用、対応する職員の健康管理などにより感染防止に取り組んでおりますので、安心して献血にご参加いただけます。県内7カ所の献血ルームは定休日、年末年始を除き毎日献血にご参加いただけます。また、
献血会場内での密集防止や混雑する土日の献血にかかる所要時間軽減のため、可能な限り前日までのご予約をお勧めしております。ご予約方法は血液センターのホームページでご案内しておりますので、ぜひご確認をお願いします。以上です。コロナ禍においても日々輸血を必要としている患者さんがいます。命を救う献血に継続的なご協力をお願いいたします。はい、ということで、ゆうさん、うん、たくさんね言葉いただきまして本当にありがとうございま す,、うん、います。皆さんもよかったらですね、うん、献血のご協力よろしくお願いします。はい、ゆえさんありがとうございました。はい、以上、献血応援アンバサダー夢萌え商店のゆえさんによる埼玉献血 PR でした。ありがとうございます。それではですね、ここで再び投資企画の方の様子を見てみましょう。はい、お家で埼玉を満喫しているカスカベつくしちゃん、こんにちは。またまたバーチャル埼玉県民のカスカベつくしと申しますわ。このカスカベつくしのおうちで埼玉満喫企画では、今日一日アーシがこの自分の部屋にいながら埼玉県の観光情報を発信するウェブページチョコ旅埼玉を見てバーチャル観光をしていきます。さて、次訪れるのはアーシの名前とも一緒、カスカベにある首都圏外郭放水路。レッツゴー。お、来ましたね、首都圏外、超圧水槽。あ、これが神殿と言われるあの地下水路ですよね。ここには何百トンもある柱が50本 ?60 本も生えているみたいです。それから台風、去年あった時にはここに水が大量に流れ込むことによって一部地域洪水を免れたなんていうお話もありますよね。実生活で私たちを助けてくれているこの施設ですが、こうして来てみると圧巻。さすがツアーが組まれるだけありますわね。ん？ここは一体？何でしょう？第一立候？怖い。何？この穴は一番雨水を溜めるところっていうことですかしら？あ、こっちには階段が。なるほど。このおかげで私たちは助かってるんですよね。さて、私が今見てきたのは首都圏外郭放水路でした。あの風景、やはり一度は目で見ないと満足できませんわね。特に下に開いている穴、すごく怖いんですけれど、実際に足を運んで圧倒されてみるのもいいかもしれませんわね。私が今バーチャル観光した動画は埼玉県の観光情報を発信するウェブページチョコ旅埼玉で掲載しております。次は一体どこに行けるんでしょうか、どこに行けるんでしょうか。というわけで、この後もカスカベつくしのおうちで埼玉満喫企画お届けしてまいります。またね。はい、カスカベつくしちゃん、どうもありがとうございました。あの、私もさっき企画って言えなくて、うん、あのつくしちゃんも企画って言えなかったから、うんうん、一緒だねっていう気持ち で、ね、企画ちょっと言いづらいですね。企画ってなっちゃうんだよね、うん、すごかったね、うん、首都圏外郭放水路。放水路、いや、ちょっとあのバーチャルで見ても結構あのふわっくるね、なんかふわっとなりますね。あの下に開いてる穴、うん、だって私たち普通に映像を見てるだけでもふわってなったから、うんうんうん、すごい ね実際リアルに見たら腰抜かすだろう、うん、でもね、まあ、行ってみたいですけど ね、あれでその人々の命を助けてもらってるっていう、うん、実際に見てるのもいいね、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます、つくしちゃん、うん、というわけで、カスカベつくしちゃんには引き続きおうちで埼玉を満喫してもらおうと思います。カスカベつくしのおうちで埼玉観光を満喫企画、この後もお楽しみに、うん、楽しみに。